おだすこじこんばんぽてとしてもでてむすげていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、低身長でも通知された高ければ高身長より点を決めることができるのかやっていきたいなと思います。まあ時折出てくることなんですけどね、低身長高身長問題みたいなとこ出てくるんですけども、まあね、今回に関しては事前にアンケートも取りまして、一応こんな感じになりましたよという感じですね。で結果はこうなりまして、はい、ということで真っ二つって感じなんですけども、そもそもディフェンス側の方が有利な状況ではあるんですけどね。まあただロマンなんでね、ちょっと今日はねそんな思いも込めてやっていきたいなと思いますので、皆さんも予想しながら見ていただければなと思います。検証方法ですね。検証方法はトレーニングモードを使ってやっていきます。コーナーキックでニアにね、配置してパス入力で競り合いですね。でシュートは方向指示なしで各40本程度ずつですね、やってきましたよというところです。まあ、パスとかに関してはフリックとかしないでね、パス入力だけで今回はやっていきたいなと思います。使っていく選手は198センチのメルツタッカー、176センチのカナちゃんでやっていきたいなと思います。でこっちのねカンナバロに関してはエアバトル全振りした状態でですね、でメルツタッカーは初期値ですの状態で、もう この差が埋まるのか、そんなところやっていきたいなと思います。まずは初期値のカンナバーロから見ていきましょう。まあ言うてね、数値は悪くない状態なので、まあこれでどれぐらい勝てるのかっていうところにもなってくるんですけどね。まあ176センチですからね、でも言うて176センチですから、まあでも案外こう見てると意外にシュート打ててるのかなって気はしますよね。まあでも負けちゃってるところもあるかな。はい、というところで見ていただきました。まあどうだろうな、負けちゃってるところなんかビツェルかな、ビツェルが結構立ちはだかってた感じありますね。まあ案外勝つ部分もあるのかなって気がするんですが、結果を見ていきましょう。はい、こんな感じでしたよと。この枠内シュートの中には得点したシュートも入ってますよというところだけね気をつけてください。まあ約の表示になっておりますよというところですね。まあそう考えるとですね、ディフェンダーはこれ競り合い負けたところなんですけど、4割は負けていると、逆に言えば6割は勝って、シュートまでいけていたよというところになっていきますと。でそう考えるとね、まあ割と勝ってんのかなみたいな気するよね。でもまあ一応トレーニングモードの AI なんでそんな強くないかもしれないですけどね。はい、ここからはメルテザッカー見ていきましょう。198センチですね。まあこの身長のね、理不尽さというか強さっていうのはやっぱあると思うんですけど、どうですかね。あ、でもやっぱこう見てると強えな、高さって強えな。いやなんかがっつりやってる感は、やられてる感というかね、決めてる感というかね、勝ってる感ありますね。はい、見ていただきました。ちょっと結果見ていきましょう。こうなりました。はい、ということで案外ですね、これ得点率変わってないんですね。なんかここはちょっと意外すぎるんだけども、でディフェンダーに関してここはね、競り合いが負け、競り負けたところの数値になりますから、高ければ高いほど、負けた数が多かったりということですね。まあここまではですね、198センチの圧勝な感じなんですけど、この数値の差埋まんのかな。って感じするんですが、安心してください、このカンナバーロ空中戦最強だかな。やっていきましょう。カンナバーロをですね、エアバトに全振りした状態で持ってきましたよと。まあジャンプ99だし、ヘディングも94ですかね、フィジカル96だしね、これでどうかなって感じはしますが、あ、でもさっき初期値の時ビッツェルに結構負けてたって思うと、これなんか勝ってんのもありますよね。あ、でもいい感じのヘディングシュートも結構いい感じかもしんないですね。はい、見ていただきました。いや、まあまあせっかくなんでちょっと一つ一つ見ていきましょうか。まずはこのこんな感じでね、並べておきました。真ん中がね、今 の, あのカンナバールになってきますけども、得点から、おっとあれ得点に関してはそんなに、まあでもどうだろうな、正直いいボールが蹴れたかによる部分は大きいので、まあランダム感というかね、はかなり大きいからしょうがないのかな。ちょっと次いきますか。枠内シュートですね。はい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 、あん、まあまずまずか、うん、まあメルテザッカーにはちょっと及ばずかな、そんな感じですけども、まあ残りちょっと2つ一気に見ていきますが、まあこっからが勝負どころですからね。ここでいきましょう。いきます。3、2、1、ドン。
枠は40、ディフェンスが28パということは、ま、負け勝てなかった勝てなかったかまあでも確率に上がってることは分かりましたね。まあただちょっと数値開けた時ね、毎回もったいないと言ってますから、ちょっと見ていきますか。はい、ですね、まずは初期値のこれなんですけど、やっぱね、鬼門がね、ビツェルだったんですね。これ186センチのビツェル、ここにね、初期値の時はね、ほぼ負けてましたね。全部負けてたかなぐらい負けてたかな。それがですね、メルテザッカーの時には、ね、負けっていうか、まあ、相打ちみたいな感じなんですけど、そんな感じになってたよと。でしかも何本か相打ちだったけど、あとは大体勝ってましたね。ほとんどビツェルにはやっぱメルテザッカー勝ってたなという感じですかね。198cm やっぱ強いね。でこれに対してですね、カンダバーロの今回 A バトル全振りなんですけど、ここもねやっぱ相打ちみたいのはちょっと1本か2本か何本かあったんだけど、それ以外は基本勝ってましたね。こんな感じ、完全勝利みたいなことも結構ありましたね。はいはいはい、ちゃんと得点とかもあったんじゃないかな。で、あとシュートもなんですけど、初期値の時のヘディングシュートは何だろう、こうあんまミートしてないというか、ね、ゆるりゆっくりうんって感じだったんですよね。でそれに対してヤバドル全振りの方はですね、結構遠い距離でもちゃんとミートしてね、叩きつけてっていうシュートが多かったように感じましたね。はい、というところで結論です。20センチ以上の差はやっぱり埋められないとします。くそはい、というところですね、いろいろ見ていきましたけども、いやー、やっぱちょっと無理だったな無理だったなって感じですけども、ただね、やっぱさっきも言った通り、数値でね、確実に差はね埋められていそうな感じでしたね。まあ少なくとも10センチぐらいの差、ビルツ186センチでしたから、そこはどうにかなってましたね。でしかもね、ディフェンス側って邪魔できれば勝ちって考えたらですね、やっぱカンナバーロみたいな低身長ディフェンダーも、まあ攻撃時のコーナーはちょっと期待はできないですけど、それ以外のとこは割とやっぱありな気しますよね。別に相手を邪魔できればいいんだしって考えたらね。でまあ、 差が埋められないっていうのもね、お互い様の部分もやっぱあるんじゃないかなと思っていて、まあ、今回みたいな空中戦はやっぱり高身長がねかなり有利だよって感じしますけど、使用感とかはねやっぱり低身長の方がいいですよ。ディフェンス時もそうだし、ドリブルしてる時もそうなんだけど、やっぱそこはね埋められないとこなのかなと思います。まあ、なのでどちらの良さもねちゃんと理解しておきながらですね、スカットにこう組み込んでいくとかね、ベンチ枠を考えていくっていうのは大事なのかなと思いました。はい、というところでですね、まあ、今回はローマン的な検証なんですけども、これらを元にですね、タレントポイントのね振り直しの参考にしていただいてですね、よかったら高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。 X の方もねぜひフォローしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。この後が雑談です。ここからね雑談になっていくんですけども、まあ今回ね、まあちょっとね残念な結果にはなりましたが、まあ、トレーニングモードの AI って結構弱いと思うんですけど、それでもね際立ってビツェルがね、空中戦になったって考えるとですね、やっぱり空中戦って身長のこの大きさっていうのは、大事さっていうのは分かりましたね。でね、あと一つ疑問だったのがこれなんですけど、この選手の役割のね空中戦のこの数値なんですけど、これってね視聴者さんから教えてもらったんですけど、ヘディングジャンプフィジカルの平均と、まあエアバトル持ったらプラス10みたいな数値になってるんですよね。でこれ一つ疑問で、99になったら他上げても意味ないのかなみたいな、なんかねそういうのがちょっと気になったんですけど、あそっか、俺が検証すればいいかと思って、また今度やろうかなと思うんですけど、まあでもどうなんだろうね、こう見る感じだと、今回の検証を見る感じだと、この数値って別にただの、まあ、総合値的なノリ、今回もカンナバーロは99だけど、メルテザッカーは93だけど、明らかにメルテザッカーのが空中戦強かったですからね。はい、まあそう考えるとですね、まあそんなにこうただの目安なだけで、ここはそんな気にしなくてもいいのかなとかは思ったりはしましたけど、どうなんでしょうね。まあまたそこに関してはまた今後やっていきたいなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画が良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録をしていただけるとすごくすごく嬉しいです。励みになりますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はね空中戦の身長についてやってきました。まあなかなか埋まらない部分もありましたが、それはお互い様の部分もあるんだなというのも分かりましたので、まあまたね素朴な疑問も生まれたので、またそこに関してはやっていきたいなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。